はい、北川さん、とても。水かぬるま湯に柔軟剤を。こうかな。はい、こすったり揉んだりすると痛むので気をつけてください。またむずいかと。汗染みになってしまうので衣装も手洗い。ウィッグの洗いすぎも良くないんですね。もうごめんね、おっきい声出しまって。全然大丈夫です。別にやましいことしてないよ。しかしおめえよく作ったな、立派なもんだ。いつもの癖でボンドでつけそうになっちゃって。ひな人形とわけが違うからな。うん、そうなんだよ。やっばー、あー、私ガチで五条くんのこと好きになってるんだけど。エイズおじいちゃんといるとめっちゃ喋る。ペンのに待って、待って、五条くん好き。てかどうしよう、どうしていいかわかんないんだけど。そろそろ帰るわ。連絡先教えてくれる？ブラックリリーの資料と私の再誤解。何の誤解ですか？あなたたち付き合ってるんでしょ？五条くん今彼女いないよ。